本的に、海上コンテナの業務を行っています。それと同時に、一般貨物の、仕事になっています。海上コンテナがメインなんで、まあ、手積み手卸しはないかったりしますね。だから力仕事がないんで、意外とうちの従業員も女性ドライバーが5、6人ほどいます。運転さえできればできるようなお仕事になります。基本的に海上コンテナに関しては関東一円になります。プラス長距離があるんですけども、希望性として行きたい人は行く、行かない人は行かないではっきり分かれてます。必ずしも行かなきゃいけないっていうわけではありません。免許はね、中型大型今牽引免許って必要なんですけども、お金も莫大にかかりますんで、なかなか取る人がいないんでね、大変なんですけど、そこでうち免許制度っていうのはありまして、まあ例えば普通車しか持ってなかったりしても、うちでね免許のお金を出してあげて取って働いてもらうって形を取ってます。遠くの方でもうち契約アパートがありますんで、それを利用してね、こっちに住んでそのまま働くってことも可能なんで、ぜひよかったらお願いします。ドライバー求人サイトのドライバー。